山梨放送、株式会社山梨放送、山梨放送、山梨ブロードキャスティングシステムインクは、山梨県を放送対象地域とし、中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機放送事業者である。略称は U ブス、テレビラジオの放送を行い、新聞社の山梨に一日新聞、ホール、 旅行会社などとともに山日、ユーブスグループを形成している。山梨日日新聞のテレビ番組欄では、ユーブスの番組表を黄色バックで掲載している。ラジオは JRN と NRN のクロスネット、テレビは日本テレビ系列、ヒマストバイ局である。高信越の民放 AM 局で唯一、ラジコに参加していなかったが、2017年10月10日から、 配信を開始した。AM 放送の放送区域内において、難聴対策や災害対策のために、FM の周波数を使い、AM ラジオの番組を放送する、FM 保管中継局を2017年12月24日に、国中地域を中心に放送開始。2018年12月23日には、東部富士五湖地域、京南地域にもエリアを拡大した。 なお、ユーブスは、林県の静岡放送とも、資本関係がある。SBS がユーブスの主要株主。これは、山日ユーブスグループのオーナーである野口家が、静岡新聞、精神 SBS グループのオーナーである大石家と、隕石関にあるためである。ただし、両局それぞれが制作したテレビ番組は、ネット系列関係の問題があるため、相互に放送することは、 民間放送教育協会や系列と無関係にネットされることの多い制作員へ式の番組を除き原則として行わない。例えば、ユーブス制作の番組は静岡県では静岡第一テレビが SBS 制作の番組は山梨県ではテレビ山梨が放送することがある。ラジオでは同一系列のため問題なく相互放送を行うことができる。 山梨放送東京支社は、銀座の静岡新聞、静岡放送東京支社ビルに入居している。かつて、中駒郡龍王町、現、甲斐野市にあった、旧社屋は、一時山梨公共楽団の練習会場として使用されたが、その後は取り壊されている。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。山日 ユーブスグループ名義で発行されたものについては、山梨日日新聞の写真、記念誌の項を参照されたし、このほか、2004年に山梨放送50年誌という156分の DVD を制作している。2004年、平成16年3月31日に同一、周波数放送を実施。その後開局した、ワイド FM、FM 保管放送も、 全局で同一周波数で放送している。他。YBS ラジオの周波数が全県で765、KHZ に統一されたことを記念して2004年から、毎年2月に実施された企画。2011年7月24日、停波時点。山梨放送制作のスポーツ中継では必ず、テロップなどの一部に U ブススポーツの文字が入る。これは、 番組名ではないが、山梨放送が制作していることを表すためとされる。この他、A6 助を起用した旅番組が2007年まで毎年1から2本制作されており、タイトルやテーマは毎回変わっていた。この番組では必ず山梨放送の女性アナウンサーが一人同行していた。は、制作局で現在も放送中の番組にいずれも雪開局まで、 スコーパーと呼ばれるラジオ中継車に乗って県内各地から中継を行う YBS ラジオ専属レポーター。現職は2017年4月より山梨文化会館に移転した当時から使用しているスタジオ6階にある山梨文化会館1階のロビー。主に生放送で観覧可能な番組で使用する。また、 24時間テレビで山梨放送からローカル放送される際もここを使用する。通常はロビーとして使用されておりスタジオの面影は全くなく地上デジタル放送のユーブステレビの PR コーナーとなっている。スタジオフラットの名付け親は以前ただいまに出演していた料理研究家川久保金子。誰もがフラット立ち寄れるようにという意味である。 本来は1階の一般スペースを改装して作ったスタジオである。ニュースサブも1階にあり、コンパクトなスタジオ。山梨放送の入居している山梨文化会館はすでに飽和状態であるため、増築を繰り返している。現在のスタジオは2013年4月から使用。ラジオ番組で使用するスタジオ。山梨放送の生放送ラジオ番組の多くはこの、 スタジオから放送される。山梨文化会館の8階、電光掲示板の真下にある。このスタジオには、ライブカメラが設置してあり、これを用いて一部のラジオ番組では、番組公式サイトから、スタジオの様子を見ることができる。なお、収録番組は別のスタジオで収録している。山梨放送東教師者にある、ラジオ番組用のスタジオ。 このスタジオにもライブカメラが設置されており、765ラ,ラララスタジオとこのスタジオから同時に放送されていると、君スタジオの様子を見ることができる。タレントを起用したテレビ番組などのナレーションをこのスタジオがある東京支社で行うことがある。同局では、情報カメラをユーブススカイアイと称し、県内6カ所に設置している。以前はスカイアイで撮影された映像は、 ウェブページ、ハイビジョンカメラでも、画面比率は4、3、2、カットで閲覧できが、ウェブページリニューアル後は、モトスコのカメラのみ閲覧できる。なお、その他のカメラの映像は一部のテレビ番組で、使用される。日本ネットワークサービスのテレビ放送 10CH、11CH の一部の番組内で使用されている。過去に、アルクススタジオが完成した頃に、 アルックスくんというキャラクターがいた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。